お寿司でタイの握り。先月ドライブをしながらすっごく綺麗な夕日を見ていて、すっごく素敵な音楽が流れていた時、寝起きの娘。箱根のゴルフ場の哲学的なことばっかり言うキャディーさん。香川から取り寄せたオリーブの大木。あ、終わり？あ、すごいドキドキしてた。もう終わった？やった。